4時までとりあえず耐久しようかなと思います。はい、いやでも日付変わる前ぐらいで終わったら嬉しいなーって感じですね。いやこの輝きだよ、ほらコイキング目に焼き付けてくれ、呼んできてくれ、ちゃんとこの輝きを目に焼き付けて仲間を呼んできてくれ、頼むぞ。気づいてないだけで金色なんじゃねえ、え実は目が悪いだけ、よくよく見たら黄色だほら、よくよく見たら、よくよく見たら金色だよ、ほらよくよく見たら、あ金色だ。夢だけはただやから、夢を見るのはただやから。どうも池の主です。投げてますね。まあ、池の主としてね。お釣れましたか、わーうるい赤いなあ、どうもうるいさてさて赤いなあ、メスだ、う女の子、女の子に手を挙げてしまうのか、容赦はせんのである。いやー始まりましたね。はい、はい始まりました。はい、どうもお邪魔します。お邪魔いたします。やることは違うんですけど、ちょっと一緒にやろうかなと思って。そうですね、あの、まあ、ともちゃんの方にも画面出てると思うんですけど、はいはいはい、なんかちょっとちっちゃいね、今これしてますっていうのをちょっと載せてます。そうですね、小さ私そんな小さいかい。いやもうどこ置こうかってすごい悩んでさ、もっと大きくするか。いや、いいよいいよ、もっと大きくするか。まあ正直載せても載せなくても画面の絵面はずっと変わらないと思うから。確かにそれはそう。金のコイキングってなんかちょっとなんか売ったら高いとかないの？ないよ。ない売るな。ないの？売るな。なんかコイキング金なのに赤になるんだと思うね。そうそう、金にならねえんだ。色違いじゃん。色違いの真っ黒だよ。これ変えるな。見したい見したい、ちょっと待って、ほらみんな見てこれ、ほらもう色違いのムッケル。え何回目ですかあなたね。え 13回目の色違いのムッケルですよ、もうおかしいだって。もう違う、ヒコザルじゃねえんだ。いやでもムッケルで撮るが赤いね、赤いね。ちょっとメスだけど一発食らわしとくか。なんちょっとイライラしちゃった見せしめだよ、それが。トムちゃん、イライラしてる。じゃあ、じゃあ、金色が出てこないとお前たちの仲間がこうなるぞっていう見せしめなんだよ。かわいそうだよ。これがきっかけで、しばらく出てこないのであった。うわ逆に引っ込んじゃったみたいな。なんかね、アリとかもさ、昔はつまんだりもできたのね。アリ、器用やね。でもさ、ある時にさ、あの、すっげーちっちゃい頃だよ、うん、アリをさ、なんかめっちゃ潰すのにハマってね、怖いんだな。じゃ靴でめっちゃ踏み潰すのにめっちゃハマって、怖いね。一回踏んでもさ、なんか結構あのアリって強いじゃん、丈夫だからさ、うん、踏んでも生きてたり、なんかその靴の隙間にあるのとか、なるほどね、全然しないやんと思ってめっちゃ やりまくってた時があったのね、うん。である時その靴の裏見たらめっちゃびっしりあのありついてて、もうそれがトラウマになってもやんなくなった。やめてくれてよかった。赤いな。大根ってこういう感じでなんかポケモンもらうっていうか仲間奪うみたいなレベルでもらうんだね。まあまあそうだね、まあ、ちょっとピンチだったからね、ちょっとあの七子窓博士のカバンから回収して。私の中だとさ、やっぱ大木戸博士からさ、あー、ポケモンね、選ぶの恵んでもらえるっていう、なんかあのイメージが強すぎてさ。そうだね、やっぱり厳選しても借り物だから返さなきゃいけないよ、はい、ヒコザル当てても返さないけど。え、でもそれ人のモンスターボールですよ。え、じゃあ持ち主を処せばいいの？Gルートやめてもらって、持ち主がいなくなれば私のものってこと？Gルートやめてもらって。Gルートはダメだ。え
早く金声見たいな。私も見たいよ。あ、でもね、あの裏技でね、金声にすることはできるんだよね。声キング釣るまで待ってて。幻覚を見せれるから。どうしたの、エンカウントしなくなっちゃった。そういう時もある。釣りすぎたんじゃね。釣りすぎたかな。マジで釣れなくなっちゃった。補充してください、お願いします。あ、来た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 。あ、見ててみて。キョ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 、うん、キョキョキョ、ほら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 、金声だ、ほらほら金だ、ほら。えぇ、ー、これなんか、あ、金の声金。あ、すごい、あの、あれだね、うし、え、なんか色、あはなるほどね。夢は見れたかい。全部の色が違うじゃねえか。あ、金声倒しちゃった。あ、金庫、あー、もったいな、もったいな。こっからまた4戦頑張ってくださいね。じゃあさ、金恋がさ、捕まえられたら次の時にはもう赤いギャラドスになっちゃうの。いやーね、ちょっとギャラドスにするか迷ってるところがあるんだよね。そんなふぼちゃんにね、一つい いい案があるんだけど。なんだい。2匹捕まえよう。いや、バカたれ。バカたれないよ。おいーやん。あの、金のさ、恋金の2匹捕まえよう。言ってんのこのイルフ。はい、言ってんのこのイルフよ。2匹捕まえて1匹進化させればいいんじゃないか。そんな笑顔で言うことちゃうで。賢いって言われた。賢くね、あ、褒めるな。ほら、フレア甘やかすんじゃない。ほら、賢いって褒められた。天才だなじゃない。ほら、フレア甘やかすでない。公式マークと金恋どっちが先かな。多分は、この子いっぱいなんか毎月毎月申請してきてるな。ちょっと置いとこうっつってね、置いとかれてる可能性がある。申請 しすぎだなって思われてるかもしれない。むしろつけない方が面白いんじゃないかって思われているし。おい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 、反応見られて楽しんでるのかもしれない。おいおいおい、スイタくん、出ない方が面白いですね。うわ、白神のこと好きすぎ。ゼロゼロ女の。もうね、何でもかんでもスマホに頼っちゃってさ。でも君もロボットだよね。そうだよ。もうじゃあ何変わらないよ。僕のスマホ一緒にしないでよ。ねえ。あ、ごめん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 。スマホの方が優秀だったね。あーん。あーん。ついに、ついにごめんごめん。切れちまった。ほら、こうなっちゃ僕何でしょうか、わかんないよ。何するの？教えてよ。何しようかな。考えろよ。もういや、もう防風の放射がいいんだよ。もう君の頭にもうコイキング乗せとくもん。もう君の顔、君の顔をコイキングにしちゃう。君の顔をコイキングにしちゃう。もう君はコイキング人間だからね。そんなことしていいのか。行人だよ、もう君は。このフブエモンの横に猫って書いてあるぞ。やめてダメだよ、ダメだよ、ごめんよ、もうどけろよ、じゃん。あ、渡辺も今やってるのか。ねえ、我々より先に渡辺が行っちまったよ。ついに我々を超えていくんだな、渡辺は。渡辺よ、ね、置いてっちゃうか。置いてかれてしまうよ、我々は。悲しいね、悲しいな。早く来てくれ、コイキング助けて。無言になるときなんか食べてんね、これ多分ね。いやいや、そんなことない。何食べてんの。何も食べてない。あ、お口パクパクさせてコイキングのマネ。お寿司食べてんね。お寿司持ってきたの。そんなことない、そんなことない。耳変わってるよ、顔変わってるよ。そんなことない。お寿司食べてんの。食べてないよ。私を裏切って、お寿司食べてんの。食べてない、食べてない、食べてるよ。食べてないよ。食べてないよ。美味しい。美味しい。あ、わかんないな。渡辺先輩。あ、渡辺先輩、ジムリーダー一つ目のバッジ、お疲れ様です。お疲れ様です。
っとジムとかよくわかんなくて、バッチってなんですか、バッチってなんですかね、ちょっとよく、あ、それはどこで買えるやつですか、ショップで、フレンドリーショップで買えますか。こっちはもうずっと一生タイと戦ってるんですけど、ね、バッチをご存じない、お前もうずっと上がってこいよお前、呼び出しですか。先輩、あ、先輩、すみません、先ほどは涙が、待って、ダメな口聞いちゃって、すみません、出てこいやって、出てこいバッチ一時出てこいやって。あの、わため先輩、バッチってどこで買えるんですか。買うもんじゃないんだよな。え、バッチ知らないの。え、バッチバッチ、いや、バッチ知ってますよ。あの、なんか服とかにつけるんでしょうね、ちょっとね。そうだね、服とかにつけて、おしゃれですね、おしゃれ。それはさ、電波集めたらさ、高く売れるやつ。先輩、俺側の力の差をね、うん、表すバッチなんだよ。力の差、力の差ってことは、一個も持ってない私とフブちゃんは何ってこと。ペーペーだよ。やべペーペーってこと、ペーペー本当なんだって。何回目なの、二人とも。今日は多分今、うん、もう300いったかなってぐらいかな。すげー、300いった、200ちょいかな。ね、うん、あー、ご飯食べてくるのかい、わためは。うん、食べてこいっちゃうのか。いってらっしゃい。違う、頑張ってね。頑張るよ、ありがとう。ありがとうね。まだね。またね。シャイニーヤゴ、ノーシャイニーヤゴ。ピンクヤゴよ、ベストガール。ゴールデンヤゴ。ゴールデンヤゴ？ノー、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 ノー。ヤゴ、マイダーリー。オーマイヤー。あ、オーマイガー、ヤゴー、マイダー、マイダーリー、オーマイガー、オーマイジーザス、ジーザス、ノー、やる気のないダンスベイだって。やる気な。やる気な。シャイニーキャッチ。No、シャイニーフォックス。あや、シャイニーフォックス、オッケー。おおいえ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 。化石掘りがやりたいという目的でためにダイパリメイクを始めたというのに、なぜ私は色違いをしているのでしょう。なんてこった。まあ今楽しければ OK ですねー。6期生の方が先に公式マーク来そう。どうしてツイッターくんは白髪のことが嫌いなの。バタッと倒れます。一週間ほどお暇をいただきます。まあその一週間裏でコイキングしてると思いますけど。キャッチ !No cat! 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 コヨーテ !No コヨーテ !No no no no! No コヨーテ !I am a fuck!Can you be my Wi-Fi? Can you be my Wi-Fi? Can you be my Wi-Fi? No free Wi-Fi. No 5G Fox. No, no 5G Fox. Say, will you marry me in Japanese? Ah, 結婚をしてください。 Will you marry me? 結婚をしてくれますか？はい、OK じゃないわ。No, no.No. Sorry, friends. My girlfriend, Mio. Oh, my name is Mio. You are Mio? Wow. Kobe-chan, 静かだけど何食べてんの？
別に何も食べてないよ。何食べてるんですか。長え長えな。ずっと食うやん。もうちょっと待って。もぐもぐしてるふぶちゃん可愛いね。君可愛いね。怖っ怖っ怖っ。うまうま。何食べたの。札幌ポテト。札幌ポテトいいね。そうだよ。でも、ね、今日終わらせるつもりでねやってきたね。でも思うんだ白神はさ、うん、やっぱ狂ってるっていいよね。そうだね。なんかさ最近忘れよ、放送やめていい、ごめん、なんか放送やめていい。なんかちょっとなんでなんで、まだダメになってきたじゃん。ちょっとあ忘れよ今の。ちょっとあの切り抜きも禁止ということで。さよならさよなら。ウィリアもうそういうとこバカ。忘れろビーブブ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 。あ、初見です。はじめまして。お名前なんて言うんですか。ホロライブ一期生兼ゲーマーズの白神吹雪です。死んだ。死んだ。ショック死。出会ったことによるショック死。あの白神さんですか。え、知ってるの。知ってるの、フレアちゃん。はじめまして。名前忘れちゃったんですけど、エルフと人間のあのハーフのはずなんですよね。自分のこと忘れちゃっていいんですか。ね、あなたはぬぬぬいフレアだよ。あ、私ヌヌヌイフレアですか。あ、違いまして、ヌヌヌイフレアって言います。よろしくお願いします。ヌヌヌイちゃんよろしく。ペコピー、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 ペコちゃん、ペコピー、ピカチュウ、ペコピー、ピカチュウ、ペコ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 、死ぬのか、死んじゃダメだ。ペガ、ピカチュウが、ペガ、ピカチュウが、ペガ。ちょっと待ってろ、もう一匹捕まえたらポケセン行くから。本当のサトシはこうだよ。ペガ。アニメのサトシは優しいんだ、めちゃくちゃ。でもニャードの君たちってこうでしょ。ペガ、ペガぜ。ごめんなピカチュウ。今こいつ捕まえないと逃がしちゃうかもしれないから、ちょっと待つなって絶対やるでしょ。瀕死でも放置。まあ、一匹ぐらい瀕死でも大丈夫やろって思っちゃうのが君たち。全体的にちょっと瀕死になったら連れてくから、ちょっと待ってな。ポケセンに行くまでモンスターボールに入ってろ。ベーガー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 。しょうがないじゃん。しょうがないじゃん。しょうがないじゃん。往復するの大変なんだから。確かに。次60時間になりましたね。恐ろしいね。ほぼちゃんもだって絶対4000いってるもんね。そんな気がしますね。全然終わらねえなって思うよね。ね、ボッテルバッチ0時間13。ロリボイスなら金庫置いててくれるって。フレア出番だ。金庫やください。金庫欲しい。金庫欲しいの？金庫欲しいのか？金庫が。いやそうでも。金庫が欲しいんでちゅか？バー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 。あらふぶきさん、金庫が欲しいんですの？バー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 。年齢層が若すぎる。若すぎる。若すぎて年齢層わからん。ふぶきちゃんごめんね。ちょっとお姉ちゃんには何喋ってるかわかんない。日本語で話せ。日本語で。はい。母国語出ちゃった。母国語出ちゃったね。母国語出ちゃったね。ピンクプリーズ。シャイニー。ピンクプリーズ。シャイニー。カモン。カモンピンク。オーマイガー。オーマイガー。オーマイガー。ジェザス。オーマイガー。ノー。マリンちゃん、マリンちゃん、あはーい、あはー。マリンちゃんも難しいんだよね。あはーい。あ、でも、この辺、この辺なんですよ、この辺。
あ、確かに。そう、この辺なんですよ。シェイちゃんの喋り方は飲めることができるんですけど、声的にはちょっと難しいんですよ。え、全然似てないんですけど。全然似てないんですけど、やめてもらっていいですか。全然似てます。シェイちゃんの、シェイちゃんのクソみたいなものまでやめてもらっていいですか。似てます。すごい似てあります。フレア、フレア、フレア、めちゃめちゃ似てます。フレア、フレア、セッションのクソみたいなものまでやめてください。やめてください、本当に。フレア。釣れたらこの配信なくなると思うんじゃろ。次の色違いが始まるんだよ。金恋が終わるとどうなる。次の色違いが始まる。そういうこと。皆さん、本日で2週間カン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 、本日もですね、釣っていこうかなと思っております。そして、Twitter とかね、サムネでも分かる通り、ついにプレイ時間が100時間を超えたと。え、なんか顎だけのまつりちゃん見つけちゃった。やば、やば。何で使ったのかわからない。アホだけのまつりちゃん出てきた。まつりちゃん、なんでこうなったんだろう。こんばんは、しょーい。まつりのまつりです。お、いや、まつりはオレンジだけど、恋は赤いね。下手。モノマネがどれたすぎる。ヤガオ ASMR、 ヤガオ ASMR、 ASMR、 おクレイジーストリーム。ナウヤガオ ASMR、 ナウワオクレイジー、クレイジーライブストリーム、ナウバケモン。どうもです。ヤガオは今日はお誕生日なんです。左のバケモノ、バケモノってバケモノじゃないですよ。これはコロネちゃんが書いてくれたとても幸運な壺です。化け物じゃないですよ。化け物って言った方は指に気をつけてください。ゲームピクミンより、ピクミンが、水の中で溺れてから、死ぬまで。パッパラ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 ッパパーパッパラ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 。出ていた。ということで、おーい、地獄へようこそ。来ちまったよ。地獄へようこそでございます。来ちまった。ハローボー、はい、ハローボーでございます。私は、うん、キンコイキング16日目ということで、いやー、こちらヒンバス1日目ということで。ヒンバス今日色違いですよね。世代です、色違い。色違い、色違いをじゃあ出していただくということでね、本日は、はい、よろしくお願いいたします。いや、対戦よろしくお願いします。対戦よろしくお願いしますということでやっていきましょう。もうコメントやめな、皆さん。ローゴさんに先にキンコキング釣られそう。みんなそう思ってるやろ。どうせ皆さんそう思ってるんでしょう。やめなさい。言霊と言うんですよ。ベロー。音玉というなら、米玉と言えばいいんですよ、米玉。コメント打つとそれが、みたいな。ヒンバスってどんな鳴き声？あー、出てる。雑。ちょ、今ちゃんと聞いてなかった。どんな鳴き声なの？ヒンバスの鳴き声、ちょっと真似してもろて。お、来た。お待って、思ったより短い。わーって終わった。わーってなった。うわー。飲み物を取ってこようかな、この戦闘中に。持ってきな。一生僕はここで跳ねなきゃいけないんですか。早く海に返してくださいよ。ねえ、跳ねることしかできないんですよ、僕は。帰らせてくださいよ。今早く返してくれたら、金の恋キング友達にいるから連れてきてあげるっていうのに。お前、僕の恨みを買ったら、金の声キング君、一緒に遠くに逃げてやる。この恨み一生忘れん。おい、すごい、その声キング語ってきてたよ。あ、逃げ、あ、逃がしちゃったんだ。語ってきてた。声キングが
なんか金のコイキング連れて遠くに行こうとしてるみたいだったけど、どういうこと、逃がしちゃって大丈夫だったかな、やばかったかも、とか逃亡しちゃった、逃亡もしかして許してしまった、うん、最初はもうみんな来ないだろうわははみたいな感じで見てくれてたと思うけど、最近は同情のコメントの方が多いんだよ、さすがに長すぎるんだってばよ、長すぎるから出てあげてっていうね優しいコメント、はい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 、なんだです、どうも、ハッピーメリークリスマス、ハッピーメリークリスマス、ハッピーメリークリスマス、しばかみお前顔が元からこんな顔です、お前キンキンに冷えてやがるな、キンキンに冷えてます、ちょっとその鼻つまんでもいいか、ダメです、ダメです、僕も赤いな、確かに確かに僕たち服は赤いよ、確かに、うんうん、え赤いね、ええ赤いな、赤い、あれほんと赤い、赤いね、赤ちゃんも赤いね、赤いね、赤い、赤い、赤い、ええええええ声は聞こえるのに白髪がいないよ、ここじゃ、え、どこじゃ、どこじゃ、どこじゃ、これ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 、え、誰白髪です、確かに色白だし、うん、色白だし、なんか心なしかバストもそんぐらいだった気がするし、そうそう、おー、ウエストもそんな感じだし、あ、なんかちょっと白髪に見えてきたような、胸触ってもいいですかあれあれ白髪だったら、あれちょっと、あれえ、あ、だ、白髪じゃない、いや、白髪だよ、あれあ、ダメだよ、セクハラだよ、あれセクハラだわよ、 Do you like snow hat? Do you like snow hat?イエスって言わないと雪だるまでされちゃうよ。I love snow head. Oh, I love snow head. Yes, 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 yes. Okay. Yes, yes, okay, yes. You good girl. Oh, friends. Hi, friends. My friends. 帽子二つついとるが。白髪金似合わな。今年の漢字が決まったようですね。はい、清水寺にて今年の漢字は金だそうで。なら出てこいよ。白髪吹雪の放送ではないということは確か。もう画面見てるもん、赤いな。画面見ながらできますもん、なんなら。赤いな。赤いねー。赤いなぁ、ちょっとキモくなってきた、はっ、集合体恐怖症の方によろしくないということで、君には消えていただこう、はよ、
すいません、すごいあの面白いアオアートを見つけてしまったのでちょっと出しておきますね。イエスイエス、ダッツライト You are safe! Safe? You are safe! No! You are... No! No! Stay! Stay with me! Yes! No! No! Stay with me! No! めっちゃ面白かった。行かないで行かないでなぜキングカザマなのでしょうか。6期生の風間いろはちゃんがこの金恋耐久に釣れるように己のポニーテールを切り、このポニーテールで釣りをするでござるということで、今後輩の髪の毛を用いて釣りをしているので、その名誉ある行動を称え、コイキングの名前はコイキングのキングと風間いろはの風間でキング風間です。ちょっとセクシーな感じで赤いなお願いします。赤いなあ、セクシー、待って、セクシー赤いな、厳しい、ロリ声なら出ますよ。本当ですか。でもロリ声の判断が難しい。本当ですか。ロリ声なら出るんです。ビビブルバ、ロリ声なら出るんですか。じゃあ出てこいや。ポケルス、ポケモンにくっつく小さな生命体だそうです。はあ、これがついてる間ポケモンがよく育つみたいです。へえ、なんて、あ、ポケルスついてる。ポケルスってどうすればいいんですか。ポケルスってどうすればいいんですか。銀行よりレア、今のうちにいろんなポケモンに移しておいた方がいい。え、どうしたらいいですか。とりあえず片方をボックスに預け、あ、はい、じゃあとりあえず、どうしようかな。確率は 65,536 分の3。なんで色違いは出ないの。なんでポケルスは出るの。ありがとうございます、運が良かったということで。オペラの白髪で、うん、シャーリー全部シャーになっちゃった。これね、あの釣る確率を出してくれてる方がいらっしゃったんで、ちょっとお借りしますけども、はい、金庫には1匹以上釣る確率なんですけども、現在200時間、若いな。で、約11,240匹を釣ってる計算になるらしいです。はい。金庫銀が1匹以上釣る確率は 93.6%。デイ1からデイ8までは、55.9% ということで。はい、フレンズ。クリスマスイブ、イェーイ。いや、釣りたーい。イブですからね。釣っておきたいところでは、ございますね。メリークリスマスイブー。あ、はあ。
君の名はキングカザマ。お前はキングカザマだ。終わった、白神の戦いが終わった。 Just do it! Yes! Dreams come true! Yes! Shiny dreams come true! Yes! お茶ありがとうございます! Yes! Just